はい、から松のキャラケーキですが、今回はチョコレートムースを上に乗せて冷やし固めました。こうするとあとひっくり返してトッピングするだけで OK なので、意外と時間がない時には重宝します。ではこれを取り出します。周りをほんの少し温めるとそこから取り出しやすいです。ひっくり返してお皿の上に乗せましょう。周りのテープを剥がして型を取ります。はい、そしてくっついてるところを持って引っ張るとうまくできるかな。よいしょ。あー、から松の蚊のところが取れちゃった。はい、こんな感じに仕上がりました。ちょっとここ固まるときにちょっと滲んじゃったんですね。残念。たまにこういうこともあります。例えば目とか気になるときには、綺麗な爪楊枝なので固まってるうちにちょっとつついてあげてこそげてあげるとなんとか綺麗に取れます。こんな感じですね。あとは上からまた白い部分だったら白いクリームをほんの少しだけ重ねてあげたりすると大丈夫だと思います。ではこちらにトッピングをしていきましょう。今回はちょっとおしゃれな感じにするのにゼリーを買ってきました。チョコとオレンジだとあのチョコレートの種類にもあるので合うと思います。ちょっと固めのゼリーを買ってきて、フルーツ入りですね。で、透明な部分は軽くクラッシュします。そして下のフルーツを出してあげます。さて、ではクラッシュしたゼリーを少し乗せていきましょう。そしてそのゼリーの上にフルーツを乗せます。そしてイチゴを半分に切ったものをスライドさせて上にトッピング。はい、なんだかんだで全体にゼリーをトッピングしてしまいましたけれども、ちょっとこの透明感がおしゃれな感じでいいかなと思います。ということで、今回はリクエストいただいたおそ松さんのから松のケーキを作ってみました。リクエストありがとうございました。リクエスト順に作ってまいりますので、リクエストがある方はコメント欄によろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。